It's 6 p.m. Nippon Hoso. The focus. Today's straight news.さあ今日のコメンテーターをご紹介しましょう。作家でジャーナリストの河合雅史さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いいたします。河合さんもね、今でも産経新聞でコラムを書いていらっしゃいますから、はい、これ記事にするっていうのは難しいでしょ。字数も ね制限があるしね。もう本当に的確にね、やっぱり表現をしていかないと、あっという間に行水いってしまいますんでね。しかもインタビューに慣れてない人の話をさコラムにするなんていうのはね、相当毎回河合さんなんかも苦労されたんじゃないかと思います。お察しいたしましたね。さてこの後7時40分頃の河合さんのコメンテーターコラム、今日は人口減少社会対策に必要なのは自治体の改革だと、を講題して語っていただきます。そして午後8時からは防災への提言をお届けします。台風や豪雨被害など今必要な災害への備えを指揮者に伺います。では河合雅史さんと共に取り上げます最初のニュースフォーカス、こちらです。 As the day ends, this program gathers the news and gives you clear focus. News Focus. News Focus. News Focus.桜を見る会、安倍総理大臣招待者選定への関与を認める。安倍総理大臣の通算在職日数が2887日となり歴代最長となりましたが、国の予算を使って行う桜を見る会について国会で論戦が続いています。今日の参議院本会議で安倍総理が招待者選定について、私の事務所が内閣官房から一部の推薦依頼を受け参加希望者を募ってきた、事務所から相談を受ければ意見を言うこともあったと関与を認めました。ただし最終段階では自分は関与せず内閣官房と内閣府で取りまとめるため公正法には抵触していないとの認識を示しています。安倍総理は今日の参議院本会議で公費による総理主催の桜を見る会の招待者の推薦について、安倍総理自身の議員事務所に意見を述べたというふうに明らかにした上で、招待基準が曖昧だったなどと次のように述べました。私は内閣官房及び内閣府における最終的な取りまとめプロセスには一切関与していませんが、私自身も事務所から相談を受ければ推薦者について意見を言うこともありました。このようなこれまでの運用については大いに反省すべきであり、今後私自身の責任において招待基準の明確化や招待プロセスの透明化を検討するとともに、予算や招待人数も含め全般的な見直しを幅広く意見を聞きながら行ってまいります。まあ、こう述べた上で、安倍総理は招待者の最終的な取りまとめなどには一切関与していないとも述べております。一方、菅官房長官は今日の衆議院内閣委員会で推薦枠について、自民党が6000人、で、安倍総理が1000人程度だったと説明し、で、政府側は昭恵夫人による推薦もあったと明らかにしました。で、これとは別に、副総理と官房長官、官房副長官の合計で推薦枠が1000人程度、それから公明党関係者、元国国会議員、報道関係者を合わせておよそ1000人、さらに各省庁が推薦する功労者などがおよそ6000人だったとしております。で、官房長官は長年の積み重ねで年数を経るごとに人数が多くなってきたのは事実だと、こう述べてるんですね。河合さんね。そうですね。まあ、私もね、昔取材記者としてこの桜を見る会っていうのに行ったことあるんですけども、はいはい、まあ、本当にいろんな方がこういらっしゃっているということでね、うん、どういうことでこういう子に集まってんのかなっていうのは当時から疑問に思ってたわけでありますけども、はい、まあ、こうやっていろんなことが分かってくると、うん、まあ、不透明なこと多かったんだなっていうのを改めてね、思うところですね。そうですね。まあ、総理の推薦枠1000人っていうのはちょっと広げすぎちゃったなっていう感じがしますね。そうですね。まあ、本当に税金でやってる事業のね、これ私物化というふうにもう言われても仕方ない状況でありますんでね、うん、やはり、まあ、
消費税が上がったばかりで、はい、多くの人が税金の使い道に敏感である時期でもありましたし、まあ、そういう意味ではちょっと問題が大きくなってきたかなというふうにも感じますね。あと昭恵夫人による推薦もあったということなんです ね、 これも、いやこれ本当に総理主催で総理が枠を持っているとこう100歩譲って、はいはい、まあ、まあそこはね、あるかなと思ってもですね、はい、これやっぱ夫人は詩人というふうにね、盛りかけ問題の時にもおっしゃってたわけで、うん、はい、なぜこの夫人枠っていうのを堂々と作っていたのか、まあこれ、うん、内閣府の人たちも、ここに誰も、苦言を呈することなかったのかっていうことですよね。うん、そうですね。それから、この桜を見る会の前日には、講演会の関係者向けに前夜祭というね、夕食会を開いておりました。これについて安倍総理は今日の参議院本会議で、自身の講演会が主催したんだと。まあ、こう明らかにすると同時に、講演会としての収入や支出は一切ないとしまして、政治資金収支報告書への記載は必要ないと認識していると。こう述べております。で、答弁によりますと、総理の事務所の職員とホテル側が夕食会の段取りを相談して、でその際にホテル側から明細書などの発行はなかったということです。で会費の集金は事務所が行って、まあ、そのままホテル側に渡していたと、まあ、この辺は重ねての説明ということになっているんですね。まあ、これもまあ、やっぱりパーティー会場の前で参加者からお金を集めていたということで、はい、まあ、記載の義務がないという、まあ、うん、やっぱ政治資金、資金規正法の、まあ、制度的な欠陥っていうんですかね、はい、まあ、こういうところまでやっぱり想定してなかったということなんだと思いますけども、うん、まあ、でも、やっぱり国会議員のこういう政治活動というものは、きちんと、まあ、こういうことを含めてですね、はい、まあ、お金の動きっていうのは全部、やっぱり明らかにしていくというふうに制度の法律の方も改正していくということを考えないといけないと思いますけどね。まあ、法律もちょっと曖昧なところはありますものね。で、まあ、もちろん事務所がこのホテルに何か実費の不足分を補填していたりするとこれはもう当然寄付行為を禁じた公職選挙法に抵触しかねないということになりますしね。まあ、今回5000円というこの金額をめぐってですね、まあ、一般よりも安いんじゃないかということが言われているわけですけども、はい、なんかここまでの、まあ、総理の説明及び、まあ、いろんな報道記事を見ても、はい、この5000円ってどこまでの費用だったのかってよくわからなくてですね、うん、もう食事代だけが5000円でも安いわけでありますけども、はい、じゃあ宿泊費であるとか、うん、まあ、山口の地元の方々東京までいらっしゃるまでの交通費だとか、うん、まあ、こういうものは誰がどこで負担をしていて、いくらぐらいこうかかっていて、うん、まあ、こういうことがちょっとわからないんです ね、 そうですね。もしこれも全部含めて5000円って話になってしまうんだったら、うん、もう極端に安すぎるって話になりますんで、まあ、この辺の説明もぜひしてもらいたいところですよね。そうですね。まあ、ツアーの宿泊費と旅費というのが、まあね、参加者が旅行会社とかホテルに直接支払っているというような言い方のようですけれども、あと、まあ、この5000円の会費、安すぎるという指摘については、参加者の大多数が宿泊者という事情などを勘案して、ホテル側が設定したと説明はされてるんですが、2015年の時には夕食会の会場と参加者の宿泊先のホテルが違っているのに、この時も会費が5000円だったらしいんですよね。だからそこら辺は余計わからないですね。そう、ちょっとそこら辺のね、説明も、まあ、どうなっているのか。あと、まあ、ツアーのこの収支自体を、まあ、政治資金収支報告書に記載しなくてよかったのかどうか、ちょっとその辺も、そうですね、なんか分かりにくいなという気はしなくはないんですよね。だからもう本当に講演会の主催だということになるんであれば、本来であればきちんと収支報告書に示さないとおかしいってことですね。そうですね。で全部参加者の負担だったのかというふうにやっぱ思いますよね。で、この問題についてはジャーナリストらで作る市民団体が安倍総理に対する告発状を東京地検に提出しまして、まあ、公選法違反、それから政治資金規正法違反の疑いがあるということで、こんな動きにもなっております。で、一方、安倍総理の在職日数が今日、第一次内閣を含めた通算で2800
1887日となりまして、戦前の桂太郎総理を抜いて憲政史上歴代1位となりました。で、安倍総理は今日憲法改正だとかデフレ脱却に取り組む意欲を改めて次のように表明しています。短命に終わった第一次政権の深い反省の上に、政治を安定させるために日々全力を尽くしてまいりました。白紙を踏む思いで、その緊張感を持って歩みを始めた初心を忘れずに、全身全霊を持って政策課題に取り組んでいきたいと考えています。まあ、こう述べた上で、デフレからの脱却、それから少子高齢化への挑戦、戦後外交の総決算、その先には憲法改正もあると、チャレンジャーの気持ちで令和の新しい時代を作ると、こう述べてるんですね。この私は安倍政権が退陣した、第一政権の時の退陣した時に、ちょっと国会の中で取材をしていたんで、もう印象的に覚えている思い出の一つなんですけども、本会議の代表質問の直前でしたよね。ベルが、すでに国会の予例のベルが鳴ってたような時に、総理退陣だって話がニュースが飛び込んできてですね、もう政治記者たちみんな大慌てだったことなんですけども、まあそこからかなり総理が、総理を辞めた後、いろいろ経験も積まれて、今回の政権運営ということで、ここまで長くなってきたということですよね。やはり、そういう意味においては、安倍政権、満を持してやってきて、やはりこの7年間、ちゃんとやってこられたということは、大きく憲政史上でも評価されるべきことであろうと、私はこういうふうに思っております。特にアベノミクスですね、景気を浮揚させるというところが、国民の支持も集めてということで、実際に景気も良くはなってはきましたね。そうですね。はい、ただ、とはいえ、企業の、収支の改善ということには大きく貢献をしてきたこのアベノミクスですけども、一般国民の暮らしにか実感があるかというと、まだまだないのが実情で、もう、少しこう、道半ばというか、まだ残っている課題は、そういうところにありますんでね。残りの任期、2年ぐらいあるわけでありますけども、アベノミクスの、やっぱりきちんとした、遂行っていうのは、これからも力強くやっていただきたいと思いますよね。あと課題としてはどういうことが挙げられますか、今後取り組む政策としては。ね、安倍政権は、外交分野ってかなり実績も上げてきたっていうふうに私評価しているんですけども、一方で、社会保障とかですね、やはり課題の先送りってことが多くて、なかなか、収支の、バランスも、プライマリーバランスですね。プライマリーバランスも、2020年の目標は、これ実現できなくなってしまった。黒字化目標できたことがありますんで、社会保障の、改革っていうのは踏み込んでいただきたいと思いますし、あとやっぱり憲法ですよね。やっぱり総理は、憲法改正をもう本当に、目的として、二度目の総理になったということだったわけでありますんで。もう一番の課題ですもんね、この憲法改正の実現というのがね。今、この、桜を見る会の問題もあって、なかなか議論が入れないような状況も続いてるわけですけども、もう一度立て直してもらってですね、やっぱりもう自分の、もうこの総理としての、もう思いを全部ここにぶつけて、残りの任期でやっぱり、この道筋をね、つけていくってことをやっていただきたいとは思いますね。この時間は安倍総理在職歴代1位というニュースについてフォーカスしました。JOLM Thank you for working hard today. FM 93 AM 1242 Koji Morita and Sayaka Masuyama The Focus。時刻は6時19分です。作家でジャーナリストの河合雅史さんをコメンテーターにお迎えして生放送でお送りしている日本放送ザ・フォーカス。冒頭で私8時までって言っちゃったらしいですね。そうでしたっけ。8時20分までですからね。8時で、切らないようにちゃんと8時20分まで聞いてください。失礼をいたしました。さて今日のニュースフォーカス2つ目はこちらです。ニュースフォーカス。日韓ジーソミア執行まであと3日。日韓軍事情報包括保護協定ジーソミアがあと3日で執行します。
これまで日韓ジーソミア執行回避に向け日米韓で話し合いが持たれていましたが平行線のままでした。そんな中、ムンジェイン大統領が韓国のテレビに出演し、日韓ジーソミアの執行回避に向け最後の瞬間まで日本と共に努力するとしながらも、延長するためには日本側の輸出管理の強化を撤回する必要があるという従来の主張を繰り返しました。日韓のジーソミア軍事情報包括保護協定の執行が3日後23日午前0時に迫っています。で、韓国のムンジェイン大統領は昨日 MBC テレビの番組国民が問う2019国民との対話という番組に生出演をしまして、ここの場でジーソミアについて最後の瞬間まで日本と共に破棄を避ける努力をするという意向を表明しました。で、仮に破棄することになっても日本との安全保障上の協力は続けると強調しました。ただ破棄の決定を強いられた原因は日本が作ったんだとも重ねて表明しまして、韓国を安全保障上信頼できないということで輸出管理の見直しをしておきながら軍事情報は共有しようというのは矛盾した態度ではないかと、まあ、このように批判したということなんですね。河合さん、そうですね。これはもう本当に韓国側の私はミスの判断だというふうに思いますね、はい。これ、そもそもやっぱり国際法逸脱した徴用工の判決に対応しな、はい、韓国政府が対応しなかったというところから始まっているわけでね、これを日本側の輸出管理の強化を撤回しなければこのジソミアも見直さないっていうことを言うっていうのも明らかに問題のすり替えということでありますよね。輸出管理の見直しも全く違うことですからね。そうなんです。もう全然だから本当に本質からどんどんずれて、はい、泥沼に自分自らハマっていくような議論を韓国をやってるようにしか見えないですね、はい。で、アメリカですが、韓国に駐在しているハリス大使は連合ニュースのインタビューに今日応じまして、ジーソミアについて執行までまだ数日残っており、韓国が破棄の決定を撤回する機会は依然残っていると、こう述べて韓国側の方針転換に期待を示しております。で、韓国が歴史問題を、アメリカの安保領域に広げたことに失望したと、まあ、こういう表明もしてるんですね。まあ、このジーソミアっていうのは本当に日米韓の連携の象徴っていうふうに言われてきたわけでありますけども、はい。まあ、ここまでアメリカ政府の高官たちは次から次へと韓国を説得に行くということを見ているとですね、まあ、韓国は日本が困るだろうと思ってやったのかもしれませんけども、はい、一番困ったのはアメリカだったということで、この状況はもしかしたらその象徴的な意味ではなくて、やっぱり米軍が展開していく上での実務上の影響があるということなのかなと、はい、まあ、そういうふうに思えるような動きでありますよね。そうですね。まあ、アメリカはこれ韓国の新聞の中央日報が報じたところですけれども、2014年に日米韓が締結した防衛機密情報共有に関する覚書、これを補強するという案を、すでに検討しているというようなこともあって、まあ、なんとかこの協定が失効したとしても覚書を活用して、軍事情報の共有を続けたいということのようですね、アメリカとしてはね。まあ、でもなかなかね、ジーソミアそのものとは一緒には多分ならないわけでありまして、そうなんですね。まあ、こちらも先ほどの韓国の理屈から言ったら韓国飲めないっていうことになるはずですよね。日本との信頼関係がなくなったことでジーソミアは破棄するというんであれば、でこっちの覚書だけをっていうふうにはいかないって話になってしまいますので、やはりもう一度残り少ない時間ですけども考え直してもらいたいということにつきますね、この話は。メールでいただいているのはザウチの星さん、ジーソミア執行でムンジェイン政権は日米軍事機密を北朝鮮や中国に手土産として渡すのかって来てますけれどもまあ確かに北総延伝のはね、北朝鮮とか中国、まあ、ロシアね、こういうところですよ ね、まあ、東アジアのバランスが本当に軍事上のバランスが崩れてしまいますんで、これはもう日本の安全保障体制の根本からの見直しってことを迫られるってことになりますんでね。はい、まあ日本は、まあ単純にこの今韓国の困ってる状況っていうのもあるわけですけども、まあ一言じゃなく我々の方もこの後どうするのかっていうのは即座に考えていかなければいけないと、まあこういうことだと思います。
この時間は日韓ジーソミア執行まであと3日というニュースについてフォーカスしました。時刻はまもなく6時30分です。 FM93 AM1242 日本放送ザ・フォーカス、8時20分までですよ。8時20分までの生放送でございます。今日のコメンテーターは作家でジャーナリストの河井雅史さんです。先ほどの、ね、安倍総理の、ま、在職最長ということでツイッターいただいてますね。備前のラジオ小僧さん、アベノミクスは指摘には残念ながら厳しいようだけれども失敗だと思いますね。地方ではそんなに景気がいいとは思えないですね。そして憲法改正ですが、安倍総理自身はそうではないが、与党の議員の一部の方は徴兵制復活を考えている一派もあるのが憲法改正に反対の方の理由の一つでしょうねと、おいただいてます。まあ、徴兵制復活まではどうかあれですけれどもね。うん、まあ、アベノミクスについてはまずは地方、まあ、そうですね、なかなか厳しいと、厳しいですね、まだ行き渡らないですね。あと、まあ、憲法改正も与党内、確かにちょっと公明党がね、まだ今一つ乗り気ではないという状況が続いているということですね。引き続きあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。メールで送ってくださる方は focus@1242.comツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグカタカナでザ・フォーカスをつけてつぶやいてください。お待ちしています。時刻は6時41分です。今日1日のニュースをググッとフォーカス、 FM93 AM1242 日本放送ザ・フォーカス。今日のコメンテーターは作家でジャーナリストの河井雅史さんです。次のニュースフォーカスはこちらです。ニュースフォーカス、沢尻エリカ、尿から違法薬物の成分検出されず。合成麻薬 MDMA を所持したとして麻薬取締法違反容疑で女優の沢尻エリカ容疑者が警視庁に逮捕された事件です。警察は薬物の使用があったかどうかを調べるため警視庁科学捜査研究所で鑑定を行っていましたが、沢尻容疑者の尿からは MDMA を含むすべての違法薬物の成分が検出されませんでした。警視庁の組織犯罪対策5課、組対5課によりますと、合成麻薬 MDMA の成分というのは大半が使用してから 2,3 日で体外に排出されるということなんですが、沢尻容疑者の場合は16日に任意で、尿を採取採尿しまして、で警視庁の科学捜査研究所で鑑定をしていたんですが、尿鑑定の結果は陰性ということで MDMA など違法薬物の成分は検出されなかったということです。沢尻容疑者は今月15日の夜から東京渋谷のクラブに行き、16日の朝に帰宅し、警視庁の組対5課は帰宅と同時に家宅捜索をして MDMA を発見しました。まあ、ですが帰宅した時の所持品に違法薬物はなく、数週間前にイベント会場で知人からもらったと、このように沢尻容疑者は説明をしているということです。自宅のアクセサリーケースの中敷きの下からカプセルが見つかったということで、まあ、私のものに間違いありませんと容疑は認めておりまして、取り調べにも素直に応じているということです。で、有名人が薬物事件で逮捕されるたびに私も危ないんじゃないかと注意していたと、こうも話しているということなんですね、河合さんね。なんか、まあ、自らね、ここに、MDMA がありますというふうに、そうですね、捜査陣に申告したという話にもなっているようなんで、はい、まあ、なかなかこう、陽性反応が成分としてこう出てくるかっていうのは、難しくて出ない、今回のように、まあ、検出されなかったってことも多い案件であるわけでありますけども、まあ、所持ということなんで、まあ、限りなく使用もしていたというふうに見られるってことですよね。まあ、そうですね。ここには変わらないってことですね。
まあ、初めて違法薬物を使ったのはもう10年以上前だったと。で、これまでに大麻や LSD、コカインも使ったと、こういう供述もしてまして、まあ、LSD というのは合成麻薬の一種で幻覚作用が起きる。で、コカインは、まあ、一時的な多幸感、まあ、幸せな感じとか、陶酔感があると。まあ、いずれも麻薬取締法で規制はされているわけですよね。そうですね。これ、やっぱ、混合物で作っているんで、うん、何が含まれているかってすぐわからないというのが。MDMA ね、合成麻薬。そうですね。はい、なんで、まあ、本当に中毒症状が出て、病院とかに担い込まれた時に、はい、まあ、何を摂取しているかわからないんで、治療のしようがないっていうことを、うん、まあ、医師たちからは聞くんですね。うん、もう成分の分析をして、それに対応していかなければ治療はやれないけど、そんなことやってる暇がなくってことで、亡くなる方も随分いらっしゃるという。まあ、極めてそういう意味じゃ危険な、こう薬物のってことになってきてますんで、これは本当にね、まあ、芸能人だけでこう広がってる話なのかなって私はちょっと思いますね。そうですね。この合成麻薬の押収量というのは2014年がおよそ480錠だったのが、去年2018年はおよそ1万2300錠に激増していると。まあ、主な、には海外から持ち込まれたようですが、摘発件数も毎年100件前後で推移しているようですね。カラフルなのが錠剤で ね、ピンクだとか緑とかね。注射針使ったりするものに比べるとね、手軽に摂取しやすいんで、抵抗感が少ないっていうこともあるのかなと思いますよね。それでまあ仲間と一緒にこうやって使うことが多いということですけれども、さっき川合さん言われたように命に関わるケースもあるわけですからね。これ多いと聞きますね。まあ、そういう意味ではこういう、まあ、若い人たちが使っているようですけれども、教育という面が必要になってくるんですかね。そうですね。まあ、対策といってもね、なかなか手の打ちようがないんですけども、まあ、こういうことを、こういうものを服用した結果、まあ、何が起こるのかっていうことが、はい、やっぱりきちんとイメージできるような教育、まあ、例えばビデオを見せていくとかね、はい、こういうことはすごくやる必要があるんだろうと思いますね。まあ、あとは実際にこうやって中毒になったりした場合には、この更生プログラムみたいなものもね。そうですね。これもまあ日本の場合にはまだなかなか確立してないところがあってですね、はい、かなり治療も大変だというふうには聞きますけども、まあ一度接種したらまだ2度目3度目ってことにならないね。この先日も田代正史の事件があったばかりでありますけども、気をつけないといけないですよ ね。この時間は沢尻エリカ容疑者、尿から違法薬物の成分検出されずというニュースにフォーカスしました。 JOLF Thank you for working hard today FM93 AM1242Koji Morita and Sayaka Masuyama. The Focus. 時刻は6時55分です。日本放送ザ・フォーカス。今日のコメンテーターは作家でジャーナリストの河合雅史さんです。桜を見る会についてはね、結構メールもいただいておりますが、浜野俊彩花さん。桜を見る会は安倍総理も派手にやりすぎた感じもしますが、これまで騒いでいると歴代総理もどんな感じだったか気になります。特に今安倍総理を退陣させたい野党ですが、旧民主党政権だった時の鳩山元総理の桜を見る会はどうだったのか、私が思うところどの総理も似たようなことをしているのかなと思いますといただいているんですね。でちょっと調べてもらったんですが、小泉政権のね、一番最後の2006年に参加者1万人超えまして、で第一次政権の安倍さんの時にそれと同じぐらい1万人超えてるんですが、鳩山政権の時にはちょうど1万人ぐらい、ちょっと麻生政権の時に若干減ってはいるんですね。まあ、ただ人数的にはそんなに大差は自民党政権となかったと。ただやっぱり、ね、安倍政権第二次政権になってから年々増えてるのはね、このグラフを見るとよくわかるんですよね。まあちょっと安倍さんね、第二次政権になって増やしすぎちゃったなと。で、旧民主党政権の時にもなんか国会議員枠があったようなことをね、国民民主党の玉木さんが言ったりしてますよね。まあ、昔から言われてましたけどね。まあ、安倍さんだけが悪いわけではもちろんないことなんですけども、はい、だからといって、じゃあ安倍さんに全く問題がないかってことにもならないんで、やっぱり時の今総理なんでね、じゃあ安倍さんはきちんと説明責任を果たすと
ということに尽きると思いますよね。まあ、とりあえず来年は桜を見る会中止してということで、ね、これまた基準を作り直すってことですね。まあ、そうですね、うん、そういうふうにもあの官房長官も説明してますので ね、 そうですね。あの外国の、ね、大使の方なんか結構楽しみにされてる方もいらっしゃるようですからね、うん。まあ、でも園遊会に一本化したらいいんじゃないかって意見も随分出てきておりますけども、あ、まあ、時代の変遷とともにこの総理主催の桜を見る会が本当に必要なのかということは感じるところですね。引き続きご意見ご感想をお待ちしています。It's 7pm 日本放送ネットワーク brings you the focus today's straight news。11月20日水曜日、時刻は午後7時になりました。こんばんは、日本放送報道部解説委員の森田浩二です。こんばんは、日本放送アナウンサーの増山さやかです。ザ・フォーカス、この時間からは日本放送キーステーションに全国の皆さんに生放送でお届けしてまいります。今日のコメンテーターは作家でジャーナリストの河合雅史さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いいたします。今日年末ジャンボ宝くじがね、全国で一斉に発売される。あ、そうですか。そう、もういいよ、本当にね、そういう時期ですよ。年の瀬に向かってきましたね。賞金はね、一等前後賞合わせると10億円ですよ。何に使おうかって考えてる時は正しいですね。そうそう、河合さん買わないの？もう最近ね、もう当たらないんで、もうやめちゃったんです。もう昔は必ず買ってましたけどね。そうですか。増山さんは買ってますか？買ったり買わなかったりですね。うん、今日ね、この昼休みちょっと抜けて、買いました。西銀座のね、チャンスセンター。あ、行ったんですよ。あそこ当たるっていうから、ね。で、一番窓口がすごい並んでるね。たらもうね、行列ができてて、1時間待ちですとか言われたから、やっぱり一番窓口で買わないんならやめた方がいいかなと思ってね、買うのやめちゃったんです。なんで買ったんですね。買わなかった。運命分けたのかもしれませんね。買ってればね、10億円だもんね。すごいですよね。夢を手にする人がいるんでしょうか。12月の21日まで購入できるということです。では最新のニュースをお伝えしましょう。この時間は報道部の上村デスクです。日本放送ネット brings you the focus. This program, today's commentator will delve deeply into the day's news. The focus, the focus. 時刻は7時14分です。作家でジャーナリストの河合雅史さんをコメンテーターにお迎えして生放送でお送りしているザ・フォーカス。今日のニュースフォーカス、続いてはこちら。ニュースフォーカス。衝突続く香港、日本人学生は釈放。デモ隊が立てこもり、警察の包囲が続く香港理工大学ですが、香港の警察に逮捕された日本人大学生は釈放されました。デモ隊は800人ほどが投降していますが、なお数十人が残り徹底抗戦を続けているとみられます。一方、アメリカの上院では香港人権法案が可決されました。トランプ大統領が署名するかどうかが注目されます。デモ隊が占拠を続ける香港理工大学周辺で逮捕された東京農業大学の学生井田光さん21歳が昨日の深夜釈放されました。井田さんはおととい17日理工大学17日に理工大学周辺で暴動に参加した疑いで逮捕されました。で、日本総領事館によりますと怪我はなく健康状態に問題はないということです。で、まあ、外務省は香港の渡航については十分な注意を求めるレベル1の危険情報を出して、まあ、抗議活動に近づかないよう呼びかけてはいるんですね。こちらメールいただいてます。サンさん、21歳の神奈川県の方。私はすでに卒業しましたが、東農大が母校ですので、このようなニュースが出てきて残念でした。短大だったので卒業してます。あ、そうか、21歳だけどね。本人は見に行っただけで何もしていないと言われていますが、近くまで行って見に行くというのは危険がないと言われるのは当然だと思います。
で、似たような顔で年代も近く、パスポートも持っていなければ逮捕されるのは当然だとは思います。それと香港のことを無視して中国の習近平氏を国賓で訪日してもらうことを前提にしている日本政府の姿勢はどうなのかとも思います。私個人としては日本はアメリカのように香港を支援するべきだと思いますといただいてますね。まあまずはちょっとね、パスポートも持っていなかったということも確かにねあるようですけどもね、まあ、逮捕もねちょっとびっくりしたニュースだったんですけども、まあ、大きな怪我がなかったことがね本当に良かったと思って、もうこれやっぱり巻き込まれて大怪我したり命なくしたりってことも十二分にあり得る今状況になってますんでね、はい、本当に気をつけていただきたいと思いますね。そうですね。あとラジオネームシナモンさんからも、日本の大学生が興味本位でデモを見に行ったのなら危機感なさすぎです。死傷者も出ているのに呆れました。何か起こっても自己責任となりますよというちょっとまあ厳しいご意見もねいただいておりますけれどもね。まあ確かに今ちょっと危険な状況になってきております。で、警官隊は今日もですね、この理工大学を包囲しまして、制圧に向けて威圧を続けています。で、路上生活の長期化によって学生の間に疲労感が漂ってまして、デモ隊の規模今数十人にまで縮小しているということなんですね。まあ、理工大学では火炎瓶を持って徹底抗戦の構えを見せるデモ隊がいる一方で、脱出したいけれども拘束されるのが怖くて身動きできないと話す学生もいたということです。で、昨夜はおよそ100人が路上していたんですが、警官隊の威嚇、まあ、それから疲れも溜まってきて投稿したり逃走を図って拘束されたりする学生が相次いでいると。で、警察によりますと、おととい18日の衝突でおよそ1460発の催涙弾が発射されたということです。で、理工大学を占拠したデモ隊と警官隊との衝突に絡んで、これまでに学生ら1230人以上が逮捕されたという状況なんですね、河合さん。なんか本当規模も大きくなってきてますしね。また昨日映像も随分大学内の映像やってましたので、はい、私も見てたんですけども、まあ本当こう人権が無視されてるような状況がどんどんこう広がってきてるんでね、はい、まあ、国連の方もなんかこう懸念してるというコメントを出してるみたいですけども、まあ大事にならないようにまず決着をこの場面においてはしてもらいたいと思いますね。で、一方でアメリカの上院が19日に、まあ、中国が香港に高度の自治を保障する一国二制度を守っているのかどうか、アメリカ政府に毎年検証を求める香港人権民主主義法案、これを、まあ、下院ではね、同じような法案可決していたんですが、上院でも可決したということで、あとは、まあ、トランプ大統領が署名すれば成立するという状況になりました。まあ、ようやくね、アメリカが立ち上がったということなんだと思います。はい、まあ暴力的なデモ自体はやっぱまあ支持されるものではないわけでありますけども、はい、まあ、この背景にあるものっていうのはやっぱり一国二制度ということで、うん、香港を特別扱いの状況にするということを、まあ、中国はないがしろに今しようとしていることがあるんでね、まあ、そういう意味では香港市民がそれに反発してこういうような行動に出るってことは、まあ気持ちとしてはよくわかるということですよね。はい、うん、まあそういう中で本当に今回のこの米国のまあ法案、まあどういうふうに中国が反応するかわかりませんけども、まあ人民解放軍が投入なんて武装の話まで来てることに対してのまずは牽制になるんだろうと、うん、まあ、ここはそういうふうに思いますよね。中国外務省の反応が入ってきてまして、報道官談話ですが、強烈な非難と断固とした反対というのをこのアメリカの法案に対しては表明したというのが入ってきてますね。まあ、トランプ大統領がこの法案を対中貿易協議のカードとして利用するんではないかという見方も出てるんですね。まあ、そうですね。貿易交渉を、ね、成立させたいっていうのは、はい、トランプ大統領、まあ、特に大統領選を睨んで今成果を上げたいという思いが強いわけでありますので、まあ、ここで署名しないって話になるとね、この人権問題ってことでこの法案出してきた、まあ、アメリカの大きな流れとしてはちょっと違う方向に行ってしまいますんでね、それは懸念されるところですよね。
あとはさっきの、ね、メールの方からも、サンさんからもありましたけれども、習近平国家主席をね、日本は国賓として招く方向になってるんですよね。地政学的にも近い場所に日本はあるわけでね、まあ、この先どういう展開をこの香港問題でしていくのかは分かりませんけども、まあ、本当に難民が出てくるような状況まで行ってしまうのがね、まあ、そうすると日本にも影響が出てくるような話にもなってくるわけですし、まあ、特に民主化を守るという民主国家としての日本の立ち位置というのは、はっきり本当はすべき時なんだろうと思いますよね。そうですね。まあ、このままね、国賓としてというのはどうなのかという気は確かにいたしますよね。でも習近平国家主席、まあ、北京政府ももう本当にどんどん取り締まり、この辺を強化しているという感じですもんね。まあ、そうですね。だから本当に大国としてね、やはりまだ未熟だなということを国際社会がこうどんどんこういうことをあの中国対応間違えれば間違えるほど思っていくわけですから、そうすると結局中国の発展にも良くない方向に行きますんでね、はい、ここはきちんとした対応を中国政府にも求めたいですね。そうですね。この時間は衝突続く香港、日本人学生は釈放というニュースについてフォーカスしました。続いてのニュースフォーカスはこちらです。ニュースフォーカス。世界の都市ランキング東京は3位で変わらず。森ビル系のシンクタンクが発表した世界の都市総合ランキング2019で、1位はロンドン、2位がニューヨークで、東京は4年連続で3位でした。ランキングは世界の主要48都市を対象に調べたもので、経済、研究開発、文化交流、居住、環境、交通、アクセスの6つの分野、合わせて70の指標で比較したものです。東京は研究開発で3位、経済と文化交流で4位をマーク。一方で居住は11位、環境は23位と課題を残しました。森ビル系のシンクタンク森記念財団によりますと、このランキングは世界の主な48の都市を対象に算出したと。で、経済、それから研究開発、文化交流、それから居住、そして環境、交通アクセス、この6つの分野を比較したということなんですが、東京は4年連続で3位、1位のロンドン、2位のニューヨーク、4位のパリなど上位の10都市に変動はなかったということです。で、東京は来年のオリンピック・パラリンピック開催を前にホテルの客室数が増えるなどして、文化交流の指標で高い評価が相次いだんですが、GDP 国内総生産の成長率といった経済が3位から4位に下がったということのようですね。河合さんね。このランキング、私毎年追いかけているんですけども、で、まあ、国際都市間競争の時代というふうに言われておりまして、はい、まあ、とりわけ、各国の、首都っていうのは、もちろん、魅力的な場所としてね、経済的にも文化的にも、まあ、観光の面でも魅力的な都市になっていかないと、はい、その国の国力が、勢いが、やっぱり損なわれていくということなんで、まあ、本当に日本の顔ですんでね、東京っていうのはね。そうですよね、東京ね。また、今回、経済的な、陰りが少し、出てきたということで、成長率とか、世界の有力な企業の数が、まあ、北京に負けたという話になっているようですけども。そうですね。経済面が北京に抜かれて、4位に落ちてしまったと。そうですね。で、まあ、東京のっていう街は、これから、やはり高齢化をしていくんでね。はいはい。まあ、日本全体の高齢化に伴って、東京も高齢化をしていくということで、まあ、これから本当に、より魅力的な場所、特に人口減少時代においての東京をいかに魅力的な場所としていくのかっていうのは、これ国家の課題なんですね。なるほど、はい。交通アクセスの問題も本当に羽田が使いやすい場所になっているのかだとかですね。はい、まあ、今度、リニアも、2027年に向かって作っていくってことになるわけですけども、まあ、こういうものを、一東京っていうものではなくて、日本の中で、きちんと、東京をより魅力的にするためのツールに仕立て上げていくということをやっぱ考えていかないといけない。そして、まあ、規制緩和含めてですね、はい、多くの企業、まあ、特にグローバル企業の極東支店とか極東本社っていうのが、はいはい、今もうほとんど東京になくなってしまっていて、北京に移ってしまっているという実情があるわけですね。はいはいはい、もう一度、そういういろんな企業が、
欧米の企業も含めてですね、アジアの企業も含めて東京に支店を置く、本社を置くということをやっぱり実現していくような、そういう政策が大事になってくるんだろうと思いますね。なるほどね。東京の魅力そのものがやっぱりこの日本の国力だということなんですね。そうですね。で、まあ、オリンピックはありますけれども、その後をどうやって東京が発展していくのか、どういう街を作っていくのか、そこがやっぱり大きな課題になっているということですね。もうどんどん次のね、若い世代がここの街で起業していくんだというような、まあ、そういうバックアップをですね、政府もまた民間も東京の地でやっていくということを、やっぱり私は取り組んでいく必要があるんだというふうに思っております。東京もね、人口減少に入っていくというふうに河合さんおっしゃってますもんね。もう東京都の推計では2025年にはピークアウトを迎えると言っておりますんでね。はい、まあそんなに時間があるわけではなくてですね。だから高齢化がどんどん進んで人口も減っていく東京都、そこに、まあ、もっと魅力ある街にして若い人もどんどん集まってくる。そうですね。やっぱり暮らしやすさということも、はい、今までちょっと東京それ欠けておるところがありますんで、まあ、経済的に発展していったり文化的に発展していくのと同じように、はい、暮らしやすい街にもなっていくということをね、目指していかなければいけませんね。この時間は世界の都市ランキング東京は3位で変わらずというニュースについてフォーカスしました。 Thank you for working hard today. 日本放送 Network brings you the focus. コージモリタAnd Sayaka Masuyama. The Focus. 時刻は7時28分です。日本放送キーステーションにお送りしている The Focus。この時間で一部の地域の方とはお別れです。その他の放送局をお聞きの方は女神たちのオリンピックをお送りします。そしてこの後も今日のコメンテーター河合雅史さんと8時15分頃までお届けします。先ほどの森記念財団の世界の主要都市ランキング、まあ、東京は4年連続3位だったんですが、他の日本の都市見ますと大阪がね、前の年の28位から29位へ、福岡は37位から42位へ順位を下げちゃったんですね。まあ、地方の都市もちょっと厳しい、まあ、そうですね。やはりもうこれから人口は増えることは日本の場合残念ながらないんで、まあそういう状況の中でどうやってこういう地方の核となる都市も含めてですね、魅力ある場所にしていくのかっていうことをやっぱりちょっと考えていかないと、どん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 ランキング落ちていく可能性ありますね。そうですね。ここだともっと真剣に考えていかなくちゃいけない課題なんですね。まあ、新しい成熟型の都市のありようっていうのをね、やっぱ考えていきたいですよね。はい、引き続きあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。Thank you for working hard today. Nippon Hoso Network brings you the focus. Koji Morita and Sayaka Masuyama. The Focus. 時刻は7時38分です。日本放送キーステーションに生放送。一日のニュースにぐぐっとフォーカスしていくザ・フォーカス。この時間はコメンテーターコラムです。今日のコメンテーター河合雅史さんのコラムはこちら。人口減少社会対策に必要なのは自治体の改革だ。新しい社会保障のあり方を検討する全世代型社会保障会議が今年の9月から始まりまして、11月今月の8日に2回目の会議が行われたんですね。はい、これは2025年に団塊の世代が75歳を超え、国民の3人に1人が65歳以上、そして6人に1人が75歳以上となる、いわゆる2025年問題に対応するための会議ということですね。で今回 の第2回の会議では、後期高齢者の患者負担分を増加させるという案について日本医師会が猛反対する場面も見られました。河合さん、まずこの全世代型社会保障会議、どうお考えですか？そうですね、まあ、社会保障改革はきちんと やらなければいけないということなんですけども、はい、まあ、今回 の会議のこう議論の進みようというのを見てますと、ちょっと私物足りない、はい、見てます。まあ、給付と負担のバランスを合わせていかなければいけないってことで、うん、まあ、財政的にもお金がなければやれないってことなんで、はい、まあ、それはそれで無駄と思われるところとか過剰と思われるところを
適正化していくっていうことは引き続きやらなければいけないんですけども、うん、ただこの人口が減っていくという状況を考えていったときに、はい、単純にその制度の中の給付と負担のことばかりをやっていたらしょうがなくって、うん、はい、実際にその社会保障を支えている自治体の、まあ、これからどん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 自治体の職員も人が減っていくような中で、はいはい、本当に提供はあのし続けられるのかという視点をそろそろ考えないといけないんですね。なるほど。で、あの社会保障の仕組みというのは、はい、あのまあ、いろいろ一つ一つ違うんですけども、うん、まあ、財源一つとっても、まあ、半分国が財源持って、はい、残りの半分を、まあ、都道府県と基礎自治体の市町村が4分の1ずつっていう、はい、まあ、そういう仕組みのものが多いわけですけども、うん、そうですね、これからあの各自治体高齢化していきますんで、はい、まあ、税収もなかなか上がってこなくなったりする問題があったり、うん、また自治体の職員の数が十分確保できなくなるということを、うん、まあ、総務省は推計で出しているわけですね、うん、サービス届ける人がいなくなってしまう。実際そういう事務を取り扱っているのは自治体の職員ということですよね。そうなんです、そうなんです、ね、でもあのどん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 あの厚労省の方は自治体にいろんな事務を、まあ、委ねていくという方向にやっぱり改正をしていってしまうんで、うん、これはあの行き着く先やりこなせなくなってくる自治体が出てくるということですよね。なるほどね。だってあの平成の大合併の時には全国に3200以上あった市町村だったのが、これが今1718ですか、ほぼ半減してるという状況ですもんね。これ何が起こったのかってことをよく考えていただきたいですね、うん、まあ、あの職員の数は合併したことによってスリム化しなければいけないということで、はい、数むしろ減らしてきた、業格だと言って減らしてきたわけですよ、うん、そうすると少なくなった自治体の職員で広い面積を受け持たなければいけないということですよね、うん、そうですね。で、大合併を始めた平成の最初と今と、もうその住民の年齢は全然変わってきていると、はい、まあ、社会保障サービス欲しいという人はどんどん増えてくるという話になってきてますんでね、うん、まあ、この改革というのはどうしたらいいんでしょうかね。ね、だから先ほど申し上げたように給付と負担のバランスはどうしても引き続きやらなければいけないんで、はい、まあ、こっちはこちらで一生懸命やってもらって、うん、今私は申し上げてきたような自治体でやれなくなったところをどうやって他の形で手助けしていくのか、うん、例えば国がやっていくのか、あ、県が都道府県がやっていくのかってことの仕組みの方も同時に決めていくと、まあ、こういう段階にもすでに入ってきているということだと思います、コメンテーターコラム、今日は河合雅史さんに自治体改革の必要性についてお話を伺いしました。番組ではあなたからのメールお待ちしています。focus@1242.com focus@1242.com ツイッターはハッシュタグカタカナでザ・フォーカスをつけてつぶやいてください。この後は私の正論です。日本放送ネット brings you the focus. This program, today's commentator will delve deeply into the day's news.The focus. The focus. 時刻は間もなく7時55分です。日本放送キーステーションにお送りしているザ・フォーカス、今日のコメンテーターは作家でジャーナリストの河合雅史さんです、先ほどコメンテーターコラムのところでね、これから人口減少社会、自治体の改革が必要だということを河合さんおっしゃってましたが、まあ、我々住民としてもですね、これなかなかそうすると行政に頼るというのも難しくなってくるってことなんですかね。まあ、そうですね、いろんな形でね、うん、すぐにお役所に電話したりしてしまいがちなんですけども、はい、まあ、先ほど申し上げたようにこれから役所の方も人手が足りなくなってくるということを考えますと、まあ、自分でやれることは自分でやるという、うん、この基本に立ってですね、はい、また自分でやりきれない部分は、うん、もう日本にはお互い様というすごくいい文化があって、はい、まあ、共助ですよね、はい、共に助け合うということをやって、それでもできないことを役所に頼むと、うん、まあ、こういう社会にやっぱり、まあ、昔そうだったわけなので、まあ、確かにね、そういう社会に戻していくということがやっぱり大事であると。そうか、まあ、やっぱりですね、公務員の人たちの仕事を少しでも軽減して、うん、本当に必要なところに必要なサービスは行くようにしていくってことをみんなして心がけていかないと、と、まあ、私は思っているところですけどね。行政に頼れないんでね、自分でできることやらないといけないってことですよね。
でただそうは言ってもこのねあの行政サービス、うん、まあ、市町村がこうやって減ってくる中で、うん、まあ、これまではよくフルセット主義なんてね言ってましたけれども、そういうことからちょっと脱却していかなくちゃいけないってことですよね。まあ住民が高齢化するっていうのは税収も減ってくるということでありますね、うん、住民税も減るし、はい、まあ、空き家問題で分かるようになかなかこれから先ね、はい、固定資産税も上がってこないっていうことで、うん、まあ行政の方も やりたくっても予算的にできないことが増えてくるってことがありますんで、はい、もう何でもかんでも隣町にあるものをお互いにこう共有して使えるような仕組みを考えていくだとか、また住民もある程度こう集まり住んでくるようなことをこれからだんだんせざるを得なくなってくると、もう点々バラバラにこう住んでいて、そこにどん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 行政サービスを届けていくっていうのがなかなか難しくなってくるっていうことで、まあ、集まりすれば助け合いもしやすくなりますんで、はい、ということを考えていくという、まあ、いろんなことを考え直していかなければいけないかなと思いますね。まだより小さなコミュニティにしていくということ、ね、まあ、それから、まあ、隣町とか隣接する自治体同士で、まあ、連携したり、そうですね、ね、まあ、協力したりってことですね、交換し合うというかね、総務省の方も今広域行政の枠組みを作ろうということで、はい、動いておるわけでありますけども、まあやっぱりお互いに個人同士も助け合う、行政も隣町と隣の自治体で、ね、こう助け合っていくっていうことをやっていった方が、はい、まあ、より効率的に人口が減っていく、若い人が減っていく社会の中においては今まで通りのサービスは続けやすくなっていくという、まあ、そういう発想を持つことが大事かなということですね。そうですね。いや本当に自治体改革ね、必要性を痛感いたします。もう政府もね、地方制度調査会ですか、そういうのね、はい、諮問委員会、諮問機関でやっているようですけれども ね、まあ、こういったところでより具体的な ね、まあ、そうですね、話を出してほしいと、そうですね、いうことですよね。コメンテーターコラムは今日河合さんに自治体改革の必要性をお伺いしました。引き続きあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。メールで送ってくださる方はアルファベット小文字で focus@1242.com、 ファックスは 0570-02-1242、 ツイッターはハッシュタグカタカナでザ・フォーカスをつけてつぶやいてください。一部の放送局をお聞きの皆さんとはこの時間でお別れになります。 It's 8pm 日本放送ネットワーク brings you The Focus. The Focus. 11月20日水曜日、時刻は午後8時になりました。改めましてこんばんは、日本放送報道部解説委員の森田浩司です。こんばんは、日本放送の増山さやかです。今日のコメンテーターは作家でジャーナリストの河合雅史さんです。先ほどの、ね、コメンテーターコラムからの流れで河合さんに質問ということで、ゆうすけさんからメールいただいてます。ズバリ、平成の大合併は失敗だったとお考えですか？正直私は失敗だったと思っています。自治体から力を奪ったのは意図があってわざとやったのかと思うくらいですといただいてるんですけど、どうですか河合さん。いや私はね、本当これ愚策だったと思う。愚策、総務省の官僚の人にもそういうふうに私は申し上げたこともあるんですけど、あ、そうですか。いや、何であんなことやったんですかっていうのをお聞きしてたらね、いや、もっと団塊ジュニアの人たちが子供を産んで、はい、第3次ベビーブームが来ると思っていたと、まあ、そういうふうにおっしゃってましたよね、まあ、平成の最初はそういう時代だったのかなと思うわけですけども、まあね、住民がこんなに高齢化するってことは当時の総務省は考えなかったということですよね。そういうことなんですね。もう3200ぐらいあった市町村が今1700ほど、半分ぐらいになっちゃったっていうんですからね。そうですね。むしろね、合併に漏れたところの方が今上手にやってるんですよ、うん、あ、そうですか。小さいながらに、あ、なるほどね、まあ、皮肉な結果になってしまってますね、うん、ということです。 Thank you for working hard today. 日本放送ネットワーク brings you the focus. Koji Morita and Sayaka Masayama. The Focus. 時刻は8時7分です。日本放送キーステーションに全国の皆さんにお届けしている The Focus。今日最後のニュースフォーカスはこちら。News Focus. 東京23区ふるさと納税で431億円の流出。
日本経済新聞の発表によりますと、ふるさと納税による東京23区の税収の減少が拡大しています。東京23区は2018年度に税収321億円が流出、19年度には431億円に増える見通しだと発表しました。いや、ふるさと納税で東京23区の税収減、今年度は前年度より100億円ぐらい、ね、税収減が増えるということですから、税収が減ってしまうということですよね。23区の場合にはこのもう純減になるという制度上の仕組みがこうなってますんで、はい、まあ、300億とか400億とかっていうと、もう一つの市の年間の予算ぐらいの額が動いてるとですね。これふるさと納税そのものはどうなんですかね。まあ、ふるさとへの恩返しということで出発点として始まったのは制度ではあるんでしょうけどもね。ちょっとね、制度的にいろんな問題を抱えながら、先走って運用が始まってしまったところがあるんだなと思いますね。はい、まあ、過剰な、返礼品を、元にね、今、なんだっけ、泉佐野市でしたっけ？そうですね。とかで、政府と、まあ、今、裁判になってますからね。訴訟になってますもんね。またこのね、泉佐野市なんか、いくつかの自治体は、まあ、ふるさと納税集めすぎちゃって使い切れないという問題もあってですね、自治体の貯金にあたる基金っていうのがあるんですけども、はい、その基金の積み増しの度合いがどんどん増えちゃってるということで、もう本当にバランスがかなり崩れてきているという、まあ、そういう課題もあるんですね。まあ、一応返礼品についてはね、寄付額の 30% 以下の地場産品というふうに基準をね、また改めたりしましたけれども ね。そうですね。だから、まあ、例えば大災害があったような自治体ね、はいはいはい、ふるさと納税で応援しようなんていう、まあ、純粋な気持ちの、まあ、良い方向にこう使うたり、お金が流れていくっていうのもあるんで、全部は否定はできないんですけども、はい、まあ、あまりに、振れ幅が大きくなってしまうと、これ23区も、予算、こう、組み立てられなくなってしまうということになってきますんで、まあ、23で割るんで、一つの区が431億、減るわけではないわけで、流出するわけじゃないんですけどね。まあ、考え方は、やっぱり、そこの地の人がそこで納税する本来のものがあって、いろいろ5年計画とか何年計画とかっていうのを自治体はやっていくので、あまり影響が出るんであれば、ここの、上限っていうものを定めていくとかですね、またやり方をさらに考え直していくということが大事になってくるかなと思いますね。まあ、東京もこれから高齢化なんかすると税収がますます減ってくる可能性があるわけですよね。これから本当に若い町で来た東京なんでね、高齢者対策にお金どんどん使わなければいけない時期が入ってきますんで、まあ、この額はね、少なくない額だというふうに思いますよ。ね、東京もいつまでも潤ってるわけではないということですよね。まあ、そうですね。この時間は東京23区ふるさと納税で431億円の流出というニュースについてフォーカスしました。日本放送ネット brings you the focus. This program, today's commentator will delve deeply into the day's news. The Focus, The Focus.時刻は8時13分です。ザ・フォーカス、今日取り上げたニュースを振り返ります。通算の在職日数が2887日となり、歴代最長となった安倍総理大臣。国の予算を使って行う桜を見る会について国会で論戦が行われました。それから日韓のジーソミア、軍事情報包括保護協定、あと3日で執行です。そしてデモ隊と警察の衝突が続く香港、逮捕された日本人大学生は釈放されました。今日はこうしたニュースにフォーカスしていきました。河合さん、いかがでしたでしょうか。そうですね、まあ、いろいろありましたけど、やっぱりリスナーの方の反応が一番多かったのは、桜を見る会だったということで、やっぱりまだ国民はね、納得してない方多いってことだと思いますんで、まあ、総理も正すところはきちんと正していただくということかなというふうに思います ね。あと世界の都市ランキングでね、まあ、東京からの、さっき企業がの北京に流れるなんて話がありましたが、ツイッターでサンさん、デルタ空港もアジアのハブ空港を成田から韓国のインチョンに移したしな、なんていうのも来てます ね。もう本当に空港とトラックターミナルの
が近くないんですよ、日本で。羽田もそうでしょ。はい、そうですね。羽田も遠いんでね、まあ、そういうことも全部含めてもう一度ちょっと考え直すっていうことが ね、やった方がいいですね。やっぱり都市のあり方は ね、どういうふうにあった方が便利なのか、そして世界に発信できるのかということを考えないといけないということですね。今日のコメンテーターは作家でジャーナリストの河合雅史さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。コマーシャルを挟んでエンディングです。Thank you for working hard today. 日本放送 Net brings you the focus. Koji Morita and Sayaka Masayama. The focus.時刻は8時17分になりました。日本放送キーステーションに全国にお届けしてきましたザ・フォーカス、そろそろお別れのお時間です。増山さんはあれふるさと納税やったことある？あのね、やろうかなと思ってホームページまで調べたことはあったんですけど、うん、やってなかった、やらなかった。ちょっとめんどくさいんだよね。ちょっとね、僕去年ね、どこの地方だったかな、やってね、あの返礼品がおせち料理でね、ちょっとお得な感じはしたんですけどもね、うんうんうん、まああのまあちょっと得した感はあったんですが、うん、まあ、どういうふうに使われてるのかなと思いましたね、うん、ツイッターでもね、プロシアン男爵さん、ふるさと納税この制度も見直しが必要な感じですね、あと2年くらいでやめてみてもいいのではって、この制度でいくら集まったという自慢よりも具体的に住民の生活がどのように良くなったという話を聞きたいですね、来てるんですよね。確かに ね、そこは感じますよね、うんうん、あの火災なんかでも、はい、那覇市ではなんか5億円を超えるね、はい、そういうことも明示してほしいという気もしますね、はい、さて日本放送明日朝6時からの飯田浩司の OK 浩司アップのお知らせです。明日21日木曜日のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです。取り上げるニュースは桜を見る会招待者、安倍総理推薦は1000人程度、アメリカ議会上院香港人権法案可決などとなっています。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、ぜひお聞きください。そして明日のザ・フォーカスコメンテーターは作家で元外務省主任分析官の佐藤勝さんです。この時間のお相手は日本放送報道部森田浩二と増山さやかでした。